ク歌合戦でよ、紅白の白ってのはよくわかる。すげえよくわかる。だが紅白の黒がなんで赤じゃねえんだクソが、赤と白の方がわかりやすいだろうが、日本人はなぜ黒にこだわるんだクソが。まあ確かに赤白歌合戦の方がわかりやすいとは思いますね。それであのおばあさん、赤組が勝つ自信を聞いているんですが、音柱のわしは赤組の曲を聴いて譜面が完成したと思った。中でもオレンジデンジ、マキシマムザポケモン、ユニゾンスクエアニックスは最高じゃった。こんなん言うて勝つポケだろうが。まあものすごい自信ですね。次に白組の牧場さん、白組が勝つ自信はありますか。審査員の選択肢は2つ、白組が勝ったと思うか、赤組派として私に殺されるか。これは命令です。白組派になりなさい。まあそれでは2022年紅白歌合戦の最終結果です。100対0で白組の勝ち。やはりわしが思った通り白組の圧勝だったの。まあパーさんは赤組だったはずでは。ああわしは最初から白組じゃが。今年の紅白は0点だ。このままじゃ嫌だ。おっと、この締め切った会場で赤組の時代色が急に演奏し始めた。今年の紅白は100点だ。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いてパンパンパン。